カンティロン、商業史論の表紙カンティロンの署名、リチャード・カンティロンは、フランスの銀行家、実業家、経済思想家。詳しい出自は不明だが、スペイン系のアイルランド人商人の息子として1680年から1690年の間に生まれたと言われている。その後フランスへ渡り、アイルランド系の銀行に勤務する。1717 17年に独立し、 ジョン・ローの地偶を得る。ロウがミシシッピ計画を企てた際には、その実現性について会議的であったが、それに伴うバブルで莫大な利益を得る。しかし、その事後処理をめぐって、顧客との間で裁判沙汰になり、フランスを出国し、アムステルダムへ赴く。その裁判にあたって、ロウへの批判として表したのが、代表的著作、商業史論である。その後、 ロンドンに移り住むが、同地で放火に遭い、消死した。商業資論以外の思考類は残っていない。カンティロンは、商業資論で土地はすべての物産と商品の素材であり、労働はその形式であると述べ、生産物の価値は詰まるところ土地の価値に還元するとフランスは懸念に先立って、重農主義を主張した。その一方で、現金の増加はそれに比例した一国の消費の、 増大を引き起こし、それが次第に価格の高騰を生むと、上数効果による貨幣流通量のコントロールの必要性についても言及し、それをもとに重症主義の主張の一つである貿易差額主義を支持している。換気論の主張は価値論において重能主義的であるものの、本来的な価値と市場における価格との乖離にも着目し、 その乖りを利順機会として追求する存在として、企業者の存在を定義している。そして、企業者と顧客が市場で掛け合いをすることで、市場における均衡状態が実現すると結論づけている。商業資論は1730年から32年の間に英語で執筆されたと見られるが、幹筆論の生前は交換されなかった。しかし、 漢気論自身による節訳の趣向を閲読したミラボー公爵とバンサンド、グルネーの理論形成に影響を及ぼした。その後1755年にようやく節訳が出版されたが、1756年にミラボー公爵の人間の友、また1758年にケネーの経済表という重能主義の代表的著作が続いて出版され、商業史論は それらに埋没してしまった。商業資論は1881年にジェボンズよって経済学の要澜と評価され改めて知られるようになった。ありがとうございます。